彭山勇，1886年出生于日本东北部的福岛县。任日军十一军团司令官还不到一年，他打的第一战是五月的鄂西会战，当时此民蛇将输得很惨，一直想报一箭之球。就知道这么多。是的，长官。于占晚41岁，关东台上级，万普33，33岁的少将になっています。 先月中将に昇格したばかりです。ファンユ師範学校を出た後、中山大学を経て陸軍大学1期生として研究に従事してました。文武両方です。司令官、第三師団と第13師団の総力をもってすれば、すぐにでもチャンダーを制圧することができます。そのまま続けて西北に進行すれば、チョンチンに南を帰還することもできます。我が皇軍の秘密作戦は今のところ敵に知られていない。 信濃軍は我々が直接烏州を攻撃すると思っているだろう。